川越秀隆は、神奈川県相模原市出身の元プロ野球選手。宇藤右みち。現在は、千葉ロッテマリーンズの一軍投手コーチ。小さい頃から野球に興味を持ち、幼稚園の時にだだをこね不景同伴で、小学生の野球チームに参加を認められたことがある。その頃から投手を務め、相模原市立桜台小学校、相模原市立相模台中学校を卒業後、 甲子園出場を目指して、福島県の学校法人石川高等学校に野球留学した。娯楽のない環境で野球に打ち込み、3年時には、第63回選抜高等学校野球大会、第73回全国高等学校野球選手権大会に、春夏連続出場、共に2回戦敗退。高校卒業後は、監督の川、原井正夫から、 熱心な勧誘を受け、東都大学野球連盟所属の青山学院大学に進学した。3年先輩に木村隆二、1年上には国母勇祐希、同期では坪井智也、1年後輩にはプロでもチームメイトとなる井口忠人らがいた。しかし大学ではリーグ通算20試合に、当番3勝2敗、防御率3.11に終わり、 一時は野球をやめようと考えた。だが、村上忠則監督が誘い、卒業後に社会人野球の日産自動車に入社。第69回都市対抗野球大会では、決勝で後にプロでチームメイトとなる後藤光専を擁する川崎製鉄千葉を下して優勝し、最優秀選手に贈られる橋戸賞を獲得。当時の社会人野球は、 金属バット仕様が認められていたため打者優位にあり、ここで川越は、投球術に磨きをかけた。1998年のドラフトで、オリックスブルーウェーブから2位指名を受け入団。1999年は新人ながら、先発ローテーションに入り、オールスターに監督推薦で選出され、11勝、8関東の好成績を挙げた。 高卒の松坂大輔が16勝を挙げたため、新人王は逃したもののパリーグ特別表彰で優秀新人賞を受賞。防御率に天台の安定感で一躍、エース候補と言われた。常にストライク先行で支給が少ない投球が目立ち、シドニーオリンピック予選にも選出された。2000年は右肘の故障により途中離脱したことが響き発症に終わった。 シーズン後に手術を受けた。2001年は1勝5敗と低迷した。2002年には先発、リリーフで34試合に登板したが、5月5日の大阪近鉄バファローズ戦での勝利を最後に、プロ野球史上7人目の12連敗を喫するなど、記録的な低迷に終わる。翌2003年もほとんどを登板できず、0勝3敗で、連敗記録は15に伸びた。2004年、 シーズン当初より先発ローテーションで起用されるも、不調は続き、4月16日の近鉄戦では2回に、357安打2死球5失点で降板、試合中にもかかわらず井原春樹監督に、ベンチ内で説教を受けた、試合は、その後同点に追いついたため黒星はつかなかった。4月24日の千葉マリンスタジアムでの、千葉ロッテマリーンズ戦で7回を8安打4死球と、苦しみながらも、 同じく3年勝ち星がなく、この日、千葉マリンで1035日ぶりの登板となる、黒木と博は相手に2対1のスコアで投げ勝ち、7 2 0日ぶりの勝利を挙げた。最終的にチームは最下位に終わるも、勝敗は7勝9敗で終わったが6年ぶりに、規定投球回をクリアした。シーズン後、近鉄との球団合併に伴う分配ドラフトにより、 オリックスバファローズに所属することが決まり、初代選手会長に就任した。2005年は、背番号を11に変更して、開幕投手を務め、6勝ながら5年ぶりの防御率3点台と、結果を残した。開幕投手は2007年まで3年連続で、任された。2006年も、開幕投手を務めたが、右肘の炎症で一時離脱した。復帰後は、 安定した投球で9勝を挙げたものの、打線の援護に恵まれなかった面もあり6月と8月に1勝もできず、7年ぶりの2桁勝利はならなかった。2007年は、球団史上、星野信幸以来となる3年連続開幕投手を務めたが、シーズン成績は4勝に止まり、防御率5.22、リーグワーストの20飛本類だと低迷した。 2008年は開幕当初先発として投げていたが、前年同様不調に陥り、4月25日の埼玉西部ライオンズ戦を最後に中継ぎに転向。中継ぎとして、後投を続け、自己最多の51試合に登板して、防御率4.00ながらもチーム2位の13、ホールドを記録した。二千九年は、オープン戦から不調でシーズン初登板の福岡ソフトバンクホークス戦では、 本田雄一にサヨナラ打を打たれた。リリーフを任されたが1軍と2軍の往復が続いて、結果を出せず、24試合に投板しながらホールドは、わずか1に止まり防御率も4.83だった。10月3日に、戦力外通告を受けた。シーズン終了後に、千葉ロッテマリーンズの周期キャンプへ参加して、入団テストを受け、11月24日に、 ロッテへの入団が発表された。2010年は4試合で先発。最終的に15試合に登板し、3勝2敗、防御率7.36の成績に終わる。2011年は、前年を上回る18試合に登板し、防御率、ホイップをはじめ、自責点、脱三振、よし9、よし9、被安打、被本塁打などほとんどの項目で前年より改善されたが、 9月26日に今季限りで現役引退が報じられ、9月27日に自身のブログでまだ引退の決断はしていないと否定したが、11月27日、現役引退及び二軍投手コーチ就任が球団ホームページで発表された。11月29日、任意引退公示された。2012年から千葉ロッテマリーンズの二軍投手コーチを務める。 2014年からは一軍投手コーチとして、ブルペンを担当していたが、同年の5月3日の埼玉西武ライオンズ、1000から川崎健次郎と入れ替わりで、ベンチ担当になった。このシーズン途中の配置転換について、監督の伊藤つとむは、起用法で、ズレが生じてきていた。遠慮していたところもあったと思う。チームが悪くなってから、そういうことはしたくないと説明した。 しかし同年は、チーム防御率リーグ再開に終わっている。2015年からは再び2軍投資コーチとなる。2019年からは1軍投資コーチへ、配置転換された。カットボールの制球力が高く、2005年には曲がり幅が改善。先発時代は、制球、緩球を重視したスタイルだったが、リリーフ転向後は、力押しのスタイルへと変化した。ありがとうございます。